皆さんこんばんは、ゆっくりマリサです。皆さんこんばんは、ゆっくり霊夢です。今日はサジャイアントババの話をしようと思うんだけど、あんたさ、ここ歴史解説のチャンネルじゃなかった？知らなかったのか。ここジャンルが教育じゃ収益化通らないから、ただのブログでジャンル登録してんだぜ。そうだったの、仕方ないわね、あんたの程度が低いから。程度が低いとは失礼だな、このご利益なしの陰血巫女。言ったわね、もう頭きた。今度からあんたとご飯食べても一切お金払わないからね。あんたねえ、あんた金なんか払ったこと一度もねえじゃねえか。サービスクーポンとか割引券は一人でがめるのに。あ、でもババさんってさ、私 YouTube でハーリーレースとババさんの試合見た時、あんまり画面がカクカクするんでパソコン壊れたと思ってサポセンに電話しちゃったわよ。ババさんがあんな感じになったの昭和50年頃からだよ。全盛期は飛び蹴り3連発とかトップロープから2ドロップとかやってたんだぜ。何言ってんのよ、あんたババさんがトップロープから落ちてきたらリングの底が抜けちゃうわよ。そんなことあるわけないだろ、大体ああいうのは相手の急所にもろに膝が入らないようにしてるんだから。え、どういうこと？プロレスの大技って組体操みたいなもんなんだよ。相手が技かけてきたら避けないどころか派手に飛ばされて痛いアピールすんの。かける方はお客さんにはものすごい攻撃に見せつつ急所は外してあげるんだよ。なんだ、本気でやってたんじゃないのか。やってたら大怪我して明日の興行打てねえだろ。全盛期のババさんでもガチで16問キックかましたの一度だけだよ。え、どういうこと？ミスターチンっていうレスラーがまた抱きかけてきた時、あんまり痛いんで思わずガチで片方の足で蹴っ飛ばしたらしいんだよ。それでどうなったの？チンはリング下まで吹っ飛ばされ失神、瞳孔が開きかけていたので病院に担ぎ込まれたが、しばらく半身麻痺だったそうだぞ。うわぁ、プロレス技って危ないのねー。だからちゃんと筋書きがあるんだよ。無制限で殺し合いさせてたら警察沙汰だよ。なんでそんな風になっていったの？霊夢さ、真剣勝負のレスリングってあれ面白い。そういや、あれなんか微妙だわ。アメリカで真剣勝負のレスリングやったら客が入らないので、次第に筋書きと打ち合わせのある昭和のスタイルになっていったのだぜ。現在の日本では真剣勝負の団体ができてきたのにわからないものね。ババさんは昭和13年に新潟県の三条市宮尾屋の子として生まれたのぜ。その頃からでかかったのか。中学3年の時180センチ超えたそうだぞ。身長測定の時はしご使ったんだろ？使わねえよ、先生が椅子の上に乗って身長測ったんだよ。それでも十分すごいが。翔平少年は小学生の時から第8車を引いて両親の八百屋を手伝ってたから、足腰が強くスポーツ万能で野球の巨人軍が大好きな少年だったそうだぜ。でもさぁ、玄関開けたらババさんが大根持って立ってたらびっくりして気絶しちゃうわよ。そういう失礼なこと言うんじゃないって。そういうふりだからババさん野球部に入ったんでしょ。三条実業では美術部に入った。あんたねえ、なんでそこで美術部なんだよ。ババさんの足に合う靴がなかったんだよ。昭和30年代前半って普通サイズの靴でも貴重品だからな。巨大なサイズのスパイクなんか田舎にあるわけねえし。どこまでがネタか本当の話かわからん。ババさんのお母さんと野球部の監督が相談して、ババさんに特注のスパイクをプレゼントして、それで最終的にババさんは野球部に入ったわけだが、ババさんのお母さんが巨大スパイクのお金出したことは内緒になってたんだよな。それで、ババさんがエースで4番の三条実業は甲子園地方予選で決勝まで進んだんだが、あと一息で甲子園は逃してしまう。ババさんの直球は高校レベルではものすごかったらしいぜ。なんか引っかかるな。だけどババさんは巨人のスカウトの目に留まって巨人から入団のオファーを受けたのだぜ。ちょっとその時ババさんまだ高2だろ。当時のプロ野球のスカウトは裏金、引き抜きなんでもありだったのさ。せめて高校ぐらいでときゃよかったのに。それで巨人に入ってどうだったの？1956年から1957年まで連続2軍の最優秀投手。それすごいじゃない？それだけずっと2軍暮らしなんだよ。本当にすごいやつは1軍のベンチに入るだろ。ババさんが1軍で投げたの3試合だけ。あらら、なんでそうなっちゃったの？当時の2軍監督によれば、巨人の1軍レベルとして見たらしょぼい、ストレートに曲がらないカーブ、フィールディングに難があって、大男がうろうろしてたら3塁手のバント処理の邪魔なんだってさ。
あんた、三塁手の邪魔ってネタ入れないでよやっぱり。高校と二軍で無双しても一軍の壁は厚いのねー。ネタじゃねえよ、資料にそう書いてあるんだよ。戦後の黄金時代の巨人だからなぁ。学生野球の有名選手がガンガン入ってくるし、甲子園に4度出場した早実のエース大貞治、大学野球のスーパースター立教の長嶋茂雄も馬場さんと前後して入団してきてる。その辺と競争じゃ波のハードさじゃないわねー。王さんも打者に転向したぐらいだし。でさ、巨人をクビになって太陽ホエールズに入団が内定してたけど、風呂場ですっ転んで大怪我して野球生命が終わっちゃった。またネタ入れる。ネタじゃねえって有名な話だよ。で、馬場さんどうしたの？なんとか大きい体を生かす仕事って考えてたら、映画会社から誘いがあったり。映画会社とか入ったらやらされる役フランケンシュタインで確定だわ。それで全面式のあったり、木道山がうちに来いって言ってきて、給料は5万出すって。いいわねー、5万円、それで5万円もらえたの。実際に日本プロレスに入団してもらった給料は3万円だったそうだぜ。それでも当時の公務員初任給の倍だけど。それにしてもあんまり感じのいい話じゃないわねー。力道山って人はいろんな面でアレな人だったからねー。まあ、その年昭和35年入門の新人の中では馬場さんは飛び抜けて素質があったので、翌年の昭和36年にはマンモス鈴木と共にアメリカ主要を命じられたのぜ。あれだろ、馬場さんはデカすぎて選出に入らないんで、でかいイカダ作ってタンカーで引っ張っていったんでしょ。で、途中で麻酔が切れて暴れ出して最後熱海に上陸するんだよ。あんたそれ映画ゴジラ対キングコングのキングコングじゃねえか。アメリカで馬場さんたちの面倒を見ることになっていたのがグレート統合という日系人レスラー。グレート統合、ドテラに高げた履いて薄笑いでリング入りして、リングに塩撒いたり、ヤクザの杯ことの真似したり、不気味なジャップ演出で人気があった悪役レスラーだよ。塩で目つぶししたり、下駄で殴ったり、背後から襲ったり、近敵攻撃したり、散々卑劣なファイトやって怒った白人レスラーにボコられるのがデフォ。60年代のアメリカだし、戦争の傷跡が生々しいし、人種差別も激しいからなぁ。日本の力道山と真裏の紅葉売ってたのねー。グレート統合は厳しくて言葉が通じず、馬場さんが試合でミスすると下駄でポカポカ、他のレスラーのいる控え室で馬場さんを殴ったんだって。うわぁ、かわいそう。そいや、一緒にアメリカに行ったマンモス鈴木もケツ割って日本に帰っちゃったし。まあさ、辛いことも多かったけど、馬場さんはロサンゼルスで試合に出だしてすぐにグレート統合より人気が出だしたのぜ。でかいもんねー。ああ、軽人レスラーといえば、腰くて東洋の武術なんかも使うが、チビでちょっと力攻めすれば勝てると高をくくっていたアメリカ人の観客はびっくら仰天。馬場さんは身長2メートル9センチ、体重140キロもあったのぜ。アメリカンプロレスは実際に強いより強く見えることが重要だもんねー。あっちの興行は全米を巡回してる悪役がジョバーと言われるやられ役レスラーをなぎ倒して、最後地元のエースレスラーが悪役を倒すというのが定番だから、悪役がしょぼいと興行にならない。若い頃の馬場さんは動いたっていうし、すんごいがたいだもんねー。晩年はいける廃墟みたいになってたけど、悪役にぴったり。これはいける金になると踏んだ統合は、馬場さんにトレーナー兼ロードマネージャーフレッド・アトキンスをつけて本場東海岸に送り出したのぜ。ロサンゼルスじゃダメなの？ああ、なんといっても60年代のアメリカンプロレスは五大湖周辺が最も集客できたからな。ニューヨークのでかい箱をいっぱいにして10万ドルのファイトマネー取って、初めて一流レスラーだ。フレッド・アトキンスって馬場さんの師匠って言われてるわね。アトキンスは統合や力道山と違って馬場さんを一人の大人として扱ったのぜ。力道山は相撲部屋出身だしな、文化の違いっつか。アトキンスは馬場さんを鍛え上げ、長いキャリアで得た自分のノウハウを馬場さんに叩き込んでいったのぜ。アトキンスに答えるように、馬場さんもアントニオ、ロッカエド、カーペンティア等の一流レスラーと交渉部をして、東海岸の大会場を沸かせていったのぜ。まだアメリカに来て半年経ってないじゃん、すごいわよ。クリスチャンの馬場さんにはアメリカのドライな契約社会があったのかもね。元高校球児だけあって、ただのノロマな大男ってだけでもなかったし。アメリカ人にも大きい人いるし、靴や服のサイズとかご飯の量で悩まなくてもいいしさ。そんな中、とうとう馬場さんは全米一の人気レスラーバディロジャースを抱えるプロモーターフレッド・コーラーの目に留まって、NWA 王者バディ、
ロジャースの挑戦者に抜擢されたのぜ。バディ、ロジャースは、うわーなんだよ。すっげーパツキン。うるせーパツキン言うな。バディは60年代のアメリカンプロレス黄金時代で最も人気のあったレスラーで、遠征先では嫌味なキザ男を演じ、ホームでは4の字固めなどを駆使し相手を圧倒して会場を沸かせた。でもさ、日本じゃショーマンレスラーってことで評判悪いわよ。実力派のカール、こっちやる？テイズが逆立ちしたって、バディロジャースの観客動員力には太刀打ちできないのぜ。第一テイズはともかくゴッチクラスじゃ、バディの方から指名でもない限りカードも組んでもらえないのさ。昭和のプロレス漫画じゃ圧倒的にゴッチの方が扱い上だよ。アメリカマットじゃ強い弱いなんかより客を呼べて金が稼げるかがレスラーの値打ちなんだよ。そのバディに挑戦できるってことは、アメリカに来て1年経たずで馬場さんは超一流レスラーになるチャンスをつかんだってことさ。試合の方はどうなったの？1962年昭和37年3月シカゴのアンフィスタジアムで行われた NWA 世界選手権は、バディロジャースが馬場を4の字固めで決めて5分で完勝。観客動員はまずまずの8500人。アンフィスタジアムは1万2000人収容だし5分で倒されてはねえ。ところがバディは馬場さんをとても気に入って、全米に遠征してタイトルマッチを行う時は特に勝負興行なんかでは馬場さんを指名するようになった。ということは馬場さんアメリカで超一流レスラーの仲間入りをしたわけね。ああ、最初の対戦では萎縮して何もできなかった馬場さんだけど、バディと何試合もやるうち慣れてきて、たまにハバディに勝っちゃうこともあった。タイトルは公式に移動しなかったけどな。それってすごいことじゃ。日本じゃあまり報道されなかったけどな。日本には力道山がいて、あくまでもナンバーワンは力道山じゃなければいけない。力道山って東海岸の大ホールじゃ試合してないし、バディとカード組んでもらえなかったわね。いつしか馬場さんはアメリカで押しも押されもしないメインイベンターとなり、ギャラは年収10万ドルを超え、馬場ザ・ジャイアントと呼ばれるようになった。武者修行なんてもんじゃないわね。ビッグサクセスだわよ。そんな時力道山から帰国命令が出されたのぜ。昭和38年の3月にロサンゼルスで力道山と合流して帰国せよと。さあ盛り上がってまいりました。というところで今回随分時間が押しているのぜ。仕方ないわね。続きは後編で。ご視聴ありがとうございました。